ンの話だ。もはや問答無用。行くぞ、クソムシどもっす。これが耐えられるなら耐えてみせろ。ミステリアルブラスト、それでも食らえ。力もあるのか。なんとクソ素晴らしい。よし。What?
が耐えられるなら耐えてみせろ。ベリアルブラスト。逃がすものか。挑戦はその程度なんだよ。逃がすものか。アイスニードル。ゾウハダ。風よ。逃がすものか。ミキ！ミキ！ミキ！単なる外傷ではない。外から見ただけじゃわからない。待ってください、それは未開惑星。艦長、ミキさんはパビヌの攻撃による外傷、神経症状による血圧低下、並びに頻脈で危篤状態です。回復の術が使える彼女自身がこの状態にある今、ここにある設備、人員だけでは助けることができません。助けることができないって、そんな、ミキが死んじゃうってことですか。どうするんだ。転送収容をお願いします。彼女を助けるために船の設備が必要です。それがどういうことか分かっているんだな。連邦法第一条、未開惑星保護条約違反になります。エマーソンよりチャールズ・ディ・ゴール、聞こえるか。艦長、どうしました。ここにいる9人全員を転送収容してくれ。9人全員ですか。待ってください、それは未開は緊急事態なんだ、早くしろ。了解、転送します。で彼女を医務室へ。そうだ、ミキ。移動します。早く来てください。デッキ12、シックベイ。あとはこちらでお願いします。ミキは大丈夫なんですか。今治療中です、静かに。ミキはバイタルも安定したし、もう大丈夫、数日で元に戻ります。ありがとうございます。アンヌよりブリッジ、ミキさんの容体安定しました。まずはよかった。皆さんをブリッジにご招待差し上げろ。了解、エマーソン。
ここでは艦長でいいんだが、その呼ばれ方も悪くない。私としたことが失礼しました。待ってるよ。案内します。ブリッジ。さて、何から聞こう。できる範囲でお答えします。まずここはどこ。詳しい説明は難しいのですが、自分たちはここを船と呼んでいます。船。ベスティール大陸の外にはこんなに進んだ文明があるのね。アダマール大陸かどこか。いえ、それも違います。あなた方の知らないところから来ました。世界は知らで満ちているか。あの人の言った。これは移動しているの。そうです。サンテロールよりずっと進んだ文明か。ちょっとショックだけど、研究所の中で体験できたのが私だけっていうのは光栄ね。ようこそ諸君、我が家チャールズ・ディ・ゴールへ。まさかこれは地図。さすが、頭もスタイルもいいレディーは勘までいいんだな。ここが先ほどまで我々がいた一帯だ。これがトレクール地方、オチビちゃんがいたと予想されているあたりだ。私がいたところ。砂漠地帯で雪のエイヒット山脈が視認できるとすると、この辺りの可能性が高そうです。電磁波検査に引っかかる地点はないようだが。透明偽装かもしれません。だろうな。だとすると直接行って確かめるしかないか。ミキは？自分たちの医療技術を信頼して任せてください。わかりました。ドラクロワ、転送の準備を。了解です。アンヌ、転送室まで先導を。了解。さあ行こうか。デッキにトランスポーター。なかなかいい判断ができるようになったじゃないか。条約違反がいい判断ですか。条約より大切なこともある。私にはまだよくわかりません。ただあの時にはそうするしかないと。いいんだ、それで。それが人の命を預かるということだ。案内します。ごめん。ごめん。
しいものですね。ここは最初に来た部屋。皆さん、この台の上に乗ってください。急いでください。転送開始。了解。砂漠。これがさっき地図で確認した場所なの。トレクールで間違いないとは思うが。位置情報一致、間違いありません。地図の場所です。問題は本当にここがリリアに関係あるのかどうか。関係あると願ってるよ。あとはしらみつぶしに探るしかないんだ。無駄足だったらきついぞ。で、何を探せば。うまく説明できないんですが、とにかく違和感を感じたら教えてください。まあ、なんとかやってみるか。私も探す。
ましょう。これなら満点でいいか。違和感ってどういうこと？例えば何もない空間に触れられたりとかですね。透明な壁みたいなものと考えればいい。そうです。よくわからないけど何とか探してみる。違和感ってどんな？行けるように見えるのに何かに阻まれるような感じの場所などがあれば。やっぱりよくわからない。本当かい？うん、絶対じゃないけど。そうか、ならここでリリアのパパとママのこともわかるかもな。うん、頑張って探す。Thank you.
ちょっと、そっちは違うだろう。 少しは父さんに近づけ。
そう。この年でも成長するもんだな。これはもしかしてアヌさん。ここで間違いなさそうです。よし、フィデルすごい。透明偽装です。すぐに解読します。これが入り口で、どうやら本体は地下に埋められているようだな。解錠します。いいか、追いかけるぞ。リリア、勝手なことしたらみんな心配するだろう。ビンゴ。施設内に彼女の部屋があるはずです。なんだかうちの研究所みたい。もしかすると、もしかすると。いえ、何でもありません。
調子、この調子。80点くらいってとこか。何を研究してやがった。樹印の研究。いや、詳しく調べなければ断言できない。協定違反ですね。証拠は自然に集まる。まずはリリアのことを優先しよう。わかりました。
リーア。お友達、おもちゃ、お姉ちゃん。何か思い出したのか、リリア。お姉ちゃんって誰だ。ここは観察室のように思えます。遊具があるので、おそらく子供の機材が生きていればデータが取れるかもしれん。やってみます。それにしてもここまで無人っていうのも。ちょっと待て。罠か。戦闘準備。データ開始とともにこちらも確認してくれ。了解。どうだ。何か分かったか。やはり罠です。サイレントカウントダウンで自爆設定がされています。侵入者とともに証拠隠滅ってわけだ。かなり上位の設定で、解除するのには時間が足りません。データは取れました。爆発まであまり時間がありません。セキュリティは逃がさないための時間稼ぎだってわけだ。エマーソンよりチャールズ・ディ・ゴールへ。妨害波が出ています。自力で脱出するしかないってことか。カウントダウン進行中。残り時間18分。ここは爆発する。みんな脱出するぞ。出口に向かえ。
通せが出口だ。出口から出てもそのまま走るんだ。どうだ、ゴール、応答しろ。こちらチャールズ D ゴール、今すぐこちらの5人を転送しろ。建物が爆発する。至急転送します。よかった、みんな無事で。しかし手がかりも破壊されてしまった。全部燃えちゃった。結局あの研究所は何だったの？資料の解析が済んでいないので推測になってしまうんだが、あそこはクロノスという勢力の研究所だろう。クロノス？そうだ。話は長くなるから医務室へ向かいながら説明しよう。デッキ12、シックベイ。我々は銀河連邦という組織の一員で、空の彼方からやってきた。嘘みたいだけど、今体験していることを考えたら信じるしかない。夜空を見上げたら星が見えるだろう。あの星の一つから我々は来た。クロノスの連中も我々とは別の星からやってきた。君たちの住んでいる土地だって星の一つなんだ。フェイクリード4号星というのがこの星の名です。銀河連邦とクロノスはお互いの領域とその間にある中立領域に近づかないという不可侵協定を結んでいた。それが破られた。クロノスがフェイクリード4号星に潜入しているという情報を得たんです。そこで捜査に来てみたらこのざまだ。あなたたちとクロノスの関係は分かりました。でもそれとリリアにどんな関係が？おちびちゃんはあそこの施設に住んでいた。リリアさんはクロノスの研究の実験体だったのでしょう。アンヌ、出過ぎた発言でした。実験体、鍵はリリアの注印か。もはや家出少女を家に届けるというレベルの問題じゃなくなっている。ごめんなさいじゃなくてありがとうって言うんだよ。ありがとう。どういたしまして。よかった。フィデルにエマーソンさんとアンヌさんが助けてくれたんだ。二人がいなければ助けられなかった。ここの
人たちにも聞きました。本当にありがとうございました。巻き込んでしまったのはこちらの方だ。折り入って話がある。我々がリリアを預かろうと思う。ちょっと、いきなり何言ってるんですか。おちびちゃんを追っているのはクロノスという組織だ。クロノスと我々の関係は後でフィデルに聞いてほしい。だからどうしたって言うんですか。奴らのしつこさは君も知っているだろう。リリアは奴らにとってそれほど重要なんだ。奪還を失敗し続けている以上、より強硬な手段に出てくるだろう。だけどクロノスの技術力は私たちに近い。彼らが手段を選ばない以上、あなた方だけでリリアさんを守ることはもはや困難です。我々ならそれができます。あなた方の国も攻撃にさらされることはなくなるはずです。私残る。リリア、お任せしていいんですね。約束しよう。よろしくお願いします。地上に送ろう。あなたたちとの出会いに感謝します。いろいろとお世話になりました。私の研究でいつか君たちに追いついてみせる。リリアのことよろしくお願いします。ああ、君たちも元気で。幸運を。リリア元気でね。ミキ幸せになるんだぞ。フィデル、バイバイ。リリア、バイバイ、バイバイ。ミキ、フィデル。リリアさん、ここには来ちゃダメです。艦長、センサーが不自然なエネルギー振動を捉えました。自然現象ではなく何らかの機械的活動によるエネルギー振動である確率が 87.32% です。何だと思う。クロノスの透明偽装でしょうか。通常エンジンですぐ軌道から離脱。同時にシールドを上げろ。レッドアラートだ。機関2分の1で軌道から離脱します。防御シールドオムニ設定で 80% まで上げます。現在 30%。 全艦戦闘合図だ。スクリーンを戦術モードに。右舷方向だ。機関全速、シールド効率を 100% 上げろ。右舷避難、シールド効率は 97% を維持しています。敵艦の魚雷の装填を確認。アンヌ、魚雷に関する情報は不明です。5号星まで3分の距離です。敵艦が魚雷を8発発射しました。コース360へ進んでいます。敵2番艦がコース50マーク270の方向に向けて8発発射。エイジアンタクティクスか。クロノスの艦隊戦を熟知している奴がいるようだな。敵艦よりフェイズキャノンが発射されました。右舷135の方向からフェイズキャノン避難。シールド効率 94% です。魚雷の1発や2発は覚悟が必要か。あちらさんの魚雷がそれほどのものでないことを祈るのみだな。陽子魚雷4発装填。1番は低速モードで敵機関の魚雷8発のコース、2番も低速モードで2番艦の魚雷コースで設定。設定完了。よし、1番2番発射。1番2番発射。敵魚雷まであと5秒。3 2 1 0。敵魚雷計10発残存。想定より多い。
なかなかいいプログラミングじゃないか。着弾まであと5秒。3、2、総員衝撃に備えろ。被害報告。敵魚雷2発被弾。シールド効率 57% まで低下しています。ワープドラッグは使用可能。2発、たった2発でこれか。領艦赤城は魚雷をかわしました。ニミツは1発被弾。シールド効率 34% に低下。ワープドライブ損傷により推進には通常エンジンしか使えない状態です。敵は戦闘艦級が3隻。どんなに高性能だ。こちらは探査戦闘艦。話にならない。敵機関から通信です。通信に答える前にワープドライブをシャットダウン。艦長、本気ですか。早くしろ。了解。ワープドライブ緊急シャットダウン。シールド効率 5% です。よし、通信をスクリーンに。クロノス宇宙軍所属、ダリボロス艦長、アーロンだ。銀河連邦所属、チャールズ・D・ゴール艦長のケニーだ。ケニー？銀河連邦の名門一族とお会いできるとは光栄の極み。名ばかり大きいと敗北の言い訳もさぞかし大変だろう。ご心配痛みる。我々の要求は分かっているな。応じよう。艦長！その代わりに条件を聞いてくれ。なんだ。今我々はこの船を含む2隻が先ほどの攻撃でワープドライブを損傷し航行不能だ。まだワープドライブの生きている船で全員をこの宙域から脱出させてくれ。確認しろ。敵1番艦、3番艦のワープドライブが沈黙。2番艦と3番艦に関しては許可しよう。お前の船の乗組員には残ってもらう。分かった。それで受け渡しはどうする。お前たちから我々の船に転送してもらおう。ではこちらから転送距離まで移動する。いや、我々から移動する。シールドを下ろして待っていろ。転送距離に入ったらまた連絡する。おかしな真似はするなよ。敵艦との距離はどのくらいだ。当艦と敵機関ダリボロスとの距離およそ 0.34 天文単位です。4分の1速で10分、半速で5分ほどか。ニミッツの乗員は最短で赤城に行かん。手段は問わない。了解。全員移管後、赤城はすぐにワープアウトして第5新宇宙基地に向かうんだ。チャールズ・D・ゴールの乗員は。我々は脱出ポットで5号線に降りる。後で救出に来てくれ。敵艦ダリボロス含む3艦が本艦に向かって4分の1速で移動を開始。転送可能距離まで10分47秒です。全艦へ通信回線を開け。開きます。どうぞ。全艦へ通達。これから全ての乗員は近くの脱出ポットに乗り退艦の準備をしてくれ。ただし射出は合図あるまで待機。以上だ。艦長、まさか。気づくのが遅い。ワープドライブを落とした時に気づかなきゃ。これしかないんだ。やってくれるな。アンナとドラクロア以外のクルーは脱出ポットへ。コンピューター、セルフデストラクトシーケンスの設定を。セルフデストラクトシーケンスの設定には連邦士官3名以上の認証が必要となります。また説明はいい。銀河連邦所属、エマーソン・ T ・ケニー、階級大佐。認証しました。銀河連邦所属、ティファン・ドラクロア、階級少佐。認証しました。本当にやるんですね。ただでさえ未開惑星保護条約を破っているのに、これも重罪ですよ。分かってるさ。銀河連邦所属、アンヌ・ペトリシアニ、階級注意。認証しました。セルフデストラクトシーケンスが設定可能です。12分をサイレントカウントダウン。ワープドライブオーバーロードシーケンス。シーケンスコードはアルファ、タンゴ、キューベック、ズール4915。爆発はこの方向で。設定完了。合図で開始します。解除には解除コードが必要となります。開始だ。
ドラクロワ脱出ポットへ。アンナはオチビちゃんを連れて私と一緒に来てくれ。了解。みんなを頼んだぜ。信じています。ご分を。デッキ1、カーゴベイ。まずは転送のタイミングに合わせて脱出ポットを射出する。その中に一機だけシャトルを紛れさせるんだ。ポッドとシャトルの射出方向はクロノス艦に対して180度で飛ぶ。はい。次にダリボロスに転送するふりをして、リリアと我々をそのシャトルに転送するんだ。高速移動体への転送不可能です。転送されるタイミングでシャトルに急制動をかけて転送可能なスピードまで速度を落とすんだ。その後加速すれば脱出可能だろう。理論上は可能ですが。理論上可能ってことは君のプログラミング次第で実現できるってことだ。頼んだぞ。なんとかできそうです。やってみます。やってみますじゃない。やるんだ。速度が速すぎれば宇宙へ生身で転送。速度を落としすぎればワープドライブオーバーロードで敵艦と一緒に殲滅だ。一体奇跡がいくつ必要なんでしょう。そうか。我々にとっては奇跡と呼ぶほどのものじゃないだろう。俺たちに任せてくれ。君は必ず守る。フィデルみたいに。ああ、フィデルみたいにだ。できました。さすがアンナだ。早いな。ありがとうございます。次は転送室だ。急ごう。デッキにトランスポーター。エマンソンより赤城へ。赤城です。準備はどうだ。あと6分で完了です。間に合わない。4分で済ませろ。了解。急がせます。こちらから指示は出せない。そちらでタイミングを合わせてワープアウトしてくれ。以上。アンヌは転送プログラミングしてくれ。表示上は座標がダリボロス内になるように。実際の座標はシャトルの中にだ。分かっています。ダリボロスから通信です。繋いでくれ。準備はできたかね、ケニー艦長。本艦は安全転送距離の3万キロの位置に着いたぞ。転送を開始してもらおう。ああ、分かった。ただ転送のためのエネルギーが不足している。ワープドライブ起動の許可をもらいたい。仕方ない。シールドは上げるなよ。分かった。ワープドライブの軌道と転送座標を確認した。さあ、実験体を送るんだ。分かった。20秒後に転送する。アロン艦長、チャールズ・ディ・ゴールから脱出ポットが射出されています。なんだ、何が起こっている。奇
様何を企んでいる。おい答えろケニー、何をした。将軍閣下。さすがアンヌだ。よし、ワープ 1.1 でフェイクリード4号星へ向かう。チャールズ・ディ・ゴールが今こうしていられるのは艦長のご判断のおかげです。せめて安らかに。艦長、シャトルの透明偽装処理完了しました。ああ、了解した。エマンソンより赤城、聞こえるか。こちら、赤城です。よかった、無事だったようだな。大佐もご無事で、現在本艦は第五新宇宙基地へ向けて順調に航行中です。それは何より。今は空間通信の出力が十分でないため、すぐに通信圏内を出ます。要件を先に。すでに第五新宇宙基地へは救援艦をリクエストしております。数日以内には到着するはずです。ついでにあれを送るよう司令部に要請してくれ。あれってまさか G ですか。まだ一度もテストすら行っていませんよ。無理です。それでもだ。一応掛け合ってはみます。それと大事なことがもう一つあるんですが。通信圏外か。なんで大事なことならもっと早く言わないんだ。艦長の要求がなければいけたでしょう。聞けなかったものを気にしていても仕方ない。第五新宇宙基地からの救援が来るまで身を隠していよう。了解。しまった、落ちるじゃん。まさか転送。マーカーを見落とすとは、なんて初歩的なミス。自分としたことが。三隻の中にシールドが間に合った船があったんだな。ダリボロス以外の船は緊急事態に備えてシールドを上げていたのかもしれません。ブリッジではなかったとはいえ、もう少し細かく確認すべきでした。とはいえ、ワープドライブオーバーロードのダメージは小さくないはずです。しばらくはこの中域からワープアウトできないでしょう。だとしても船がなければどうしようもない。あの光る筒はそのクロノスのものだったと。にわかには信じられん話ばかりだが、この目で実際に見てきたのだ。こちらの戦争は我々が消えた後、どうやら光の筒を持った部隊も一斉に消えたようだ。新兵器のないトレクールなど我が軍の相手ではない。撃退したんだ。そうだ。そして今敵を国境から追い払うためイーストトレクール侵攻作戦が行われようとしている。私もこれから現地へ向かうところだ。その作戦僕も参加させてください。参加？私はもともと援軍として呼ばれていたはず。レスリアは私たちの国ですし、フィオレさんは
大切な仲間ですから。わかった、友軍としてなら問題ないだろう。上には私から報告しておく。お願いします。作戦に参加するとなったら早い方がいい。早速イーストトレクールに向かおう。詳しい話は道中で。今回の作戦は隊を2つに分ける。本隊はイーストトレクール正面から進攻し、数で攻める。こちらの部隊を率いるのはダリル先生だ。でしょうね。我々主体は西ダカーフ坑道を通り、トレクール王国領地内に潜入。イーストトレクールの敵陣に対して後方から奇襲を仕掛ける。はい。西ダカーフ坑道へはソルトビューの先の分かれ道を南西に向かえば至る。目的地までは機動性を重視し、小隊での行動を基本とする。他の主体要員とはイーストトレクール西側で落ち合う手はずだ。我々も遅れを取らぬよう急ぎ向かうぞ。分かりました。